猪苗代の山小屋で聞いてますよというね、千葉県柏市の小沢さん、4日間の滞在ですが、昨日の夜は福島の日本酒と気仙沼の塩から寿司刺身、いやーうまかったですよ。今朝は夜明け前に起きました。今18度です。福島の桃が冷凍庫で冷えております。いやー最高にうまいですよ。ありがとうございました。それでは素敵な